皆さんこんにちは。本殿は2022年4月シビックのハイブリッドモデルシビックイ、e ・ヘブを同年7月に発売すると発表しました。ホンダシビックイ、e ・ヘブへのタワートレインはホンダ独自の2モーターハイブリッド。通常走行時にはエンジンは発電に通し、駆動はモーターが担当。高速クルージング時のみエンジンがタイヤを直接駆動し、モーターは 駆動のアシストをする、シビックイ、e ・ヘブダーツはこのエンジンを新開発新しい2リッター直4ユニットは直噴技術とアトキンソンサイクルの採用によって燃費と走りを両立したと謳われており最大熱効率は41%にも達するという駆動用モーターのステックは最高出力 184PS インテリジェントパワーユニット駆動用バッテリーは 旧世代品よりもエネルギー密度が46%アップした一等で重量を 1kg 削減しているエクステリアではボディ前後の H エンブレムにブルーをグリルとウィンドウモールにグロスブラックを採用リアのバンパーガーニッシュは既存のガソリンモデルとは異なる e ヘブ専用形状としているインテリアには専用グラフィックの液晶メーターを採用しボタン式のシフトセレクターを装備 ガソリンモデルの上位グレード X と同様に、積分のオーディオシステムや運転席 8A、助手席 4A のタワーシート、アダプティブドライビングビームヘッドライト、ワイヤレススマートフォンチャージャーなどが標準装備となっている。いかがでしたか本日はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。